皆さんおはようございます。ソリマチああ間違ました。えっと西良平です。よろしくお願いあの <laughs> おはようございます。はい今日が四月の十三日土曜日ですね。はいということで、えー、昨日は、えー、リクエストにお答えしてポイズンいかがだったでしょうか。はい、えー、誰もリクエストしてねえよって思うかもしれませんけどね。はいあの歌はなんかなんでもあのー、ソリマチタカさんのポイズンをえっ、ー、と泣いてる赤ちゃんに聞かせると。 あっそうなんだと思って、まあ、うちの娘長女と次女に関しては「あのポイズン」歌い始めたら叫び始めますけどねあの泣き叫ぶことはないんですけどあの叫びますけどねはいそんな感じですけども、えー、今日はですね、えー、前もって、えー、いくつかの、ね、お話をしておこうと思うんですいくつかというか土曜についてのお話ですねこの期間土曜心をねやみやすい、えー、このタイミングで えちゃんとね、えー、メンタルそして予防しておきましょうというお話をいくつかさせていただいてたんですけどもまずは、えー、土曜というもの自体がね、えー、と4月の16日から春の土曜というのがスタートしますはい春の土曜ですね字で書くとこんな感じですはい春の土曜って言うんですけどもまあ、昔の人たちはですね土、えー、の神様がこの時期季節の変わり目ですよと4月の16日から5月4日までのタイミングで、えー、季節の変わり目に入っていくので、えー、このタイミングでもう夏に 向かっていきます。5月5日からはもう夏がスタートしていくのでこの時に土、まあの神様が衣替えをするっていうことで、まああのー、イライラするせかせかしてるからですねその木が僕たちにも伝わってきて僕たちの心が不安定になったりとか体が弱ったりとかするっていう言われてるのが昔から言われてること1つです。で二つ目のの原因とととしては何かというと、まあ、この時期 で目で見えないものに対する影響っていうもの自体季節の変わり目になると、まあ、目で見えないものが僕たちに対して影響するっていうもの自体は気って言われてますけども、まあ、気って言われると、まあ、どんなものかって考えるところありますけども、まあ、これも気温気圧です、まあ、その辺の気温気圧の変化っていうもの自体が激しく変動しやすかったりっていうのもそうですし、まあ、天候も荒れやすかったりします故に、まあ、その影響を受けて病みやすくなったりっていうことがあったりしますよっていうこともそうですで他にはは土曜っていうもの自体は 基本的には1月、4月、そして7月、そして10月ってやってくるんですけども、えー、1月にやってくるのが冬の土曜ですね。冬が終わりを迎えて2月3日から春がやってきますよっていう、これが1月。で、この1月の土曜っていうのは、基本的には体を崩しやすいって言われています。っていうのも、1つは、あのー、あれですね。 あの風が流行るんです、はい、あの年末年始の忙しさと、まあ、その上で暴飲暴食がたたったりして体の免疫が下がることによって、まあ、風が流行りやすい時期が1月の土用と言われていますその上で、まあ、4月は1回置いといて7月って考えたらこれもね夏の土用は、えー、うなぎを食べますよね土用牛の日にうなぎ食べたりしますけどもあれは夏バテですはいもうこれの時期夏が終わって秋に向かっていきますよってことが1つそして10月この4月っていう土曜に関しては春の土用が4月です そして秋の土曜っていうのが10月になっていくんですけども、まあ、これ秋が終わって冬が始まっていきますよっていう10月まあ1と77月のやってくる土曜は体を崩しやすいで4月と10月にやってくる土曜っていうのは結構メンタル的にズンってくる人たちが多いですねでいえにこのまあ4月の土曜っていうもの自体はまあ 新しく環境が変わっていくっていう節目を迎えることによってまあそこでゴールデンウィーク今年はなんか10連休になる人もいるらしいっていう話を聞いたんですけどもまあ緊張してた期間から一気に長い休みが来てそこの緊張の糸がプツンと一回切れてしまってメンタルを崩しやすくなったりしますよっていうのがあったりしますまあみたいな感じでこの3つの要素1つは昔から言われている神様の機嫌が悪いと2つ目は天候気温気圧の変化が激しいそして3つ目の部分に関しては、まあ、新しく木の入れ替わりっていうところで まあ、環境に馴染み始めてちょっと緊張感がほぐれてくるタイミングでちょっとね心を病みやすくなったりするっていうこともあったりしますまあ前に挙げたか持ち見先生が言ってたやつですけどねあの今の日本の、えーとまあ、精神的な病を抱えてる人たちの数っていうのは統計上では114万人を超えてるって言われてますね。そそのの上でで番多いのが40代だそうです、はい 働き盛りだし、まあ、その上で一番忙しい時期だったりするかもしれないんですけども、まあ、心のね調子はしっかりとあの聞いてあげてくださいねっていうことなんですが、まあ、そういったちょっとメンタル的なダメージが出やすくなってくるタイミングっていうのはこの春の土曜の期間ですねなので、まあ、5月病っていうもの自体は5月に起きることよりかは4月に起きてた要素がのしかかってきて5月病になりやすいっていうのがあったりしますでこの春の土曜っていうもの自体は、まあ、昔からはこの期間4月の16日から5月の4日のタイミングっていうのは まあそう言い始めたら農家の人だったりとかね土木関係の仕事してる人たちできないじゃないかって言ったりするんですけどもまあ前もって。 ちゃんと、ね、備えておければいいですし、まあ、それぞれの人たちは、まあ、神仏にちゃんとあのお願いをした上で今日こういう風にして土用の期間中ですけどもえ工事に入らせていただきますとか土を扱わせていただきますっていう風にしてやっていくっていう風にしてやる人たちもたくさんいます土用の期間かなり気にしてるあの経営者の方結構いますので、まあ、そういう風にしてちょっと意識をあのちゃんとねあの近くの神社でも雷でもいいので一言備えた上でやっていくっていうことをやればあの科学的な根拠は全くないっていうものでもあったりするのでまあ だからといってこの期間を丸む無視する必要もなくちょっと意識することは重要ですよっていう他にも、えー、新しい契約事と,とかもう大きな買い物だったりとか、えー、新規店舗のオープンとかもやめなさいっていう人たちもいたりしますけどもまあんこれもですねあんまりあの気にする必要はないかなとは思うんですはいなんですけども一応前もって知ってればあそうか土曜だったから別にずらしても大丈夫ならば土曜の期間中はなるべく下げておこうって考えるぐらいでいいと思うんですただしそれでももうあるっていう場合は マビっていうのは、まあ、さっき言ってた土の神様がねあのお休みをする期間土用の期間中でもあのこの期間はお休みするのでこの期間にまあ婚姻届を出すとか新しい契約をするとか、ね、何かを始めるとかっていうものに関しては何の問題もないよって言われてるのがこのマビこのマビというのが4月の23日4月の24日そして4月の27日のこの3日間は、えー、何かねここから始めてみても問題はないですよっていうことですなので気にするしすぎる必要はありません あのー、今までもいろいろ見てきましたけども確かに経営者の人たちとかがねあのちょっとこの期間を気にしてるのは確かですでも気にしてるのは契約事と,とか新しい買い物とか何かを新規事業とかっていうこともちょっと気にはしてるもののやっぱり自分の心をしっかりとね整えておく必要がある期間なんだなっていうことを意識してる人の方が多いと思いますなので一応麻痺っていうのがありますよっていうでまあ先ほど言ったみたいにあの夏の土曜でやる7月ねここで牛「土用牛の日」っていうのは 呂のつくものか黒いものを食べましょうって言って、まあ、皆さんはよくうなぎを食べますけどねまあ,あのうなぎじゃなくてもいいんです呂のつくものならうどんでもいいし、ね、黒いものだったら黒豆でもいいんですよまあそういった意味合いで、まあ、色とか干支に例えた上でそのエネルギーをもらって、えー、その夏バテのねあのマイナスのエネルギーってそれ自体を吹き飛ばしましょうっていう考え方があるんですが春の土用も もう今なんか春、夏、秋、冬全部なんか土曜の期間中はなんかあの牛の日にうなぎを食べるっていうなんか風習になってきてますけど全然違いますからね、はい、えー、うなぎを食べるのは夏の土曜だけです、はいあれはうのつくもの、黒いものなんですけども春の土曜に関しては犬の日に、いのつくものか白いものを食べましょうっていう考え方があります。はい この犬の日、春の土曜の期間中にやってくる犬の日っていうのは、4月の16日、そして4月の28日が犬の日です。まあこのタイミングで安産祈願する人もいるとは思うんですけども、このタイミングで胃のつくものか白いものを食べるっていうことですね。これをしっかりと覚えておいてください。16日でもいいし、28日、2つ連続でやってみても全然いいと思います。まあ16日はまだ入ったばっかりなので、28日ぐらいでやるのももちろんありだとは思うんですが、まあ、胃のつくもの、白いものって言ったらもう、イカ、イチゴ、イクラ、 イワシ、イモ、これ、イをつくものですよね。他にも、白いものだったら豆腐、ご飯もいいですよ。その上で、大根、かぶっていう。まあ、これ、色っていうのにもね、ちゃんと意味があります。はい。説明すると長くなりますので、一回飛ばしておきますけども、まあ、白いものを食べて、イのつくものは、犬の日から来てるイですね。イのつくものを食べて、それを弾きましょうっていう。まあ、土曜の期間中のね、ネガティブなエネルギーを弾いていくっていうことだったりするんですが、 まあ、なるべく季節のものをおいしく取り入れるっていうのがおすすめです、はい、季節のものをおいしく取り入れるっていうのがおすすめなのでって考えたら、まあ、僕はこの期間、まあ、イチゴもいいですよすごいいいですね、えー、イワシも多分旬を迎えるでしょうやっぱり僕はイカですかねイカイカっていうとあの春のイカって言ったりするとですねあのイカの王様って言われてるアオリイカ地域によっては水イカって言われてるイカもありますけどもこれをちょっと薄く切ってこれはもう旬を迎えます春にもうばっちり旬を迎えるので薄く切って えっと僕はここにご飯の上に乗っけてイカをちりばめてその上に、えー、卵をちょっとであとは、えー、醤油でもいいですし自分のお好みでちょっと味付けしてその上で、えー、あとは。 ちょっとだけ風味でごまま油を少し足し足すその上で韓国のりをぐちゃぐちゃぐちゃって砕いてバーッと混ぜたあの上にのっけて混ぜて食べるこれ簡単ですよねもうあとはもう自分のお好み次第でやってアレンジしていいと思いますのでご飯も食べれるし胃のつくものも食べれるしイカも食べれるっていうことで春の土曜はね毎年恒例でこのイカをねちょっとねあの美味しく食べるってことをやったりしますけどもそういう風にしてあの季節の変わり目がやってきますので今のうちに備えておいて手帳にもねあそうかと、えー 4月16日から土曜がスタートして5月4日まであるんだなと。そして5月5日から夏がスタートする。そしてその期間でも、えー、マビっていうのがあって土曜の影響を受けないタイミングがありますよと。それが4月23日、24日、そして27日。そしてこのタイミングは犬の日っていうのに、ね。 えー、のつくものか白いものを食べるっていうことを今のうちに手帳に書き込んでおいて4月の16日4月の28日がやってきますよっていうことを知った上でえで、ー、対策をしっかりやっておいてくださいねっていうことですはいそんな感じですね一応覚えておいてくださいねっていうことですその上で最後になりますけどもえっ、ー、とーまあねあのたくさんのメッセージをねあのいただきますはい、えー、もちろん占いしてくれってもちろんこれ受け付けてません今はちょっと受け付けられてないっていうのもそうですしえー、と、あとは、えー、とイベントもそうですあのー 来るかもしれないって言われてる予定、まあ、これあの、何面さんのところも桜庭先生のところも、嘘の方たちもねあの、講演会の問い合わせを今いただいても、僕は引き受けることはできません。えー、その上で僕自身も、えっと、今、えー、来てほしいって言われている場所は何箇所かあるんですが、すべて保留の状態です。はい、決まっていることは一つもないんですよ。というのも、えー、知っての通りですね、息子が、えっと、4月の検査で、えっと、おそらく、えー、手術の日程が決まると思います。まあ、4月の時点で日程が まあ決まる、決ま,ら決まる、うん、決まるんですね、決まる、決まってないので、まあ、僕たちもね、あの夫婦も家族も周りの子たちも、やっぱりみんな、ちょっとやっぱりそわそわしてるし、その上で今回は、えー、入院がかなり長くなるんじゃなかろうかって言われてます。はい。その上で、長いリハビリも必要だっていうことも言われてますし、で、 えー、帰ってきてもですねおそらく長くチューブをつかなくちゃいけないということで家族のサポートに回りたいという思いがあるのでおそらく11月12月とかぐらいだったら大丈夫だろうみたいな感じで声をかけていただけるところがあるんですけども、えー、できれば、えー、今は全て受けることもできませんし、えー、全て保留の状態ですその上でできることならば、えー、僕もそうですし僕の周りにいる、ね、家族の皆さんみんなの,、ね、あの心をさせていただければと思いますなのので一応、えー、今はお仕事の 問い合わせを受けても受けることはできませんということを一応覚えておいてくださいということです。はい、最後一つお願いでしたけども、もう一つあります。えっと、四月が四月の十六日。 土曜スタートのタイミングですけども、この犬の日、はいえー、YouTube5 万人突破しましたので、えー、ライブ配信やろうと思います、はいえー。できればプレゼント企画なんかできればいいかなと思ってるんですけども、えー、コメント欄が大混雑をして、えーと、前もなんかうまくできなかったので、上手にできればなと思うんですけども、一応、えー、皆さんに感謝とお礼の気持ちを込めた上で、4月の16日夜9時から YouTube ライブ配信やりますので、楽しみにしておいてくださいということです。はいそんな感じで今日も元気よく皆さんを見送っていこうと思います。ではいきます。 いきますせーの、よっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけ